解説に対してその寄せられるあのミラコスの意見なんですよ。で一昨年ですね、旭川市ドカ雪に見舞われて除排雪が間に合わなくて大変なことになったんですね。市民の声を広く聞き、事実を把握し背景を想像し市政に生かすと、まあ、このことはもしかするとその公聴事業に限らず市民に直接関わる市役所の仕事であればですね、全般に通じるとかもしれません。皆さんもですね、これから始まる旭川市職員としての毎日のこの仕事の中で、行き詰まることとか困ることとかぶつかるかもしれないんですけども、こういうミラポスの例もあるんだということでですね、頑張っていただければ、何かのヒントになるかもしれませんし、逆にちょっと混乱しちゃうかもしれないですけど、皆さんの役に今回のミラポスの例がですね立てばいいかなと思って、ちょっと最後に話をさせていただきました。ということで、私からの話は以上です。旭川職員としての皆さんの活躍に期待をしています。ご清聴どうもありがとうございました。今回皆さんに考えていただくテーマはこちらです。公式サブチャンネルを開設。どんなチャンネル？ちょっと見たことあるかもしれないなというところなんですが、決してふざけているわけではありません。今回のこのテーマについて震災用の、皆さんの柔軟なこう頭を使ってですね、いろんな面白いアイデアをお聞かせいただければなと思います。メインじゃないから逆にできる。結構動物系のやつが何万何十万って言ってて、需要あんのかなと思って子供だけじゃなくて、年配の方だったり、あとは疲れてて癒されたいとか、そういう人を見てるので、旭川といえば世界的にも日本道外でも、やっぱ旭川って言ったら思いつくのは多分旭山動物園なんですよね。なんで旭山動物園のズーを借りてちょっとあやかで、動物の話、モーニングルーティン、ナイトルーティンを面白いことしっかりやってきて、旭山動物園の PR をして、でそこから人気出てきたら、動物のコスプレをして、旭川市の美味しいラーメンとか、食レポしたり、あと旭川市のロータリーとか、旭川市とか、いろいろ発祥がする中、デートスポットとか。宿は職員に。のバナナマンケースで市民の方がとってもいいし、それこそこう募集して行ってもらった方がバスも使ってもらえるかもしれないし、昨日の話、昨日の話、確かに確かに。子供が出ると親と親戚とおじいちゃんおばあちゃんがいて、そう分けますね。期待される効果は？期待される効果は、動画を見た市民が企業を応援したいという気持ちになる、ゆっくりの知名度が上がる、飲食店に訪れる観光客が増える。どうでいいですか？あとは、食べる人をうまくやってください。地元企業の PR。 絶対逆だったよね。この文章のまま書くよ。いいよ。子どもたちの旭川市の子どもたちによる体験学習というジャンルにしました。内容としては旭川市内の園児から、小学生が市内でいろんなところに行ってインタビューをするという内容になっております。一回ちょっと一例でやってみますね。一回園児になります。今日は旭山動物園にインタビューしに
てきました。お名前は何ですか？富山くんです。という感じでやります。効果としては、まあ、旭川市の PR に、観光の PR になるということと、あとそのインタビュアーの子どもたちによる社会見学、要は教育になるなという感じになりました。で、まあ、地元への愛着も湧くんじゃないかと思います。旭川ライフスタイルリスペクト、略して ALSR っていうチャンネル名です。動画の内容としては市民の方々の生活に密着、つまりモーニングルーティーンだとかナイトルーティーンを、撮るというような内容です。でこの市民の方々、例えば、まあ、ラーメン屋のお店の方だったりとか、工事現場のおじさんとか、子育て中のママとその子供とかで、期待される効果としては、主に移住を考え、旭川に移住を考えている方々のに対して、リアルな旭川の生活っていうのをこう見ていただける。あとは観光客に対しても、リアルな旭川を PR できるというような、効果があるというふうに考えました。以上です。ありがとうございます。チャンネル名はゴーゴーユッキリということで、アサッピーではなくユッキリンが旭川市内の企業や飲食店を訪問し、お店の PR と取り組みを紹介します。企業を応援したいという人が増え、飲食店に訪れる観光客が増えます。そして旭川市に就職したいという人が増えます。またユッキリンの知名度も上がると思います。以上です。ジャンルが市民密着型取材でして、まあ、その旭川市民の人に実際にはその旭川市のお仕事をやってもらうって感じなんですけど、動画の内容が市民がその市の公共施設に行ってもらって、でそこで実際に職場体験をする様子を、まあ、その密着取材するという内容です。一つ目は市民の人が市役所職員の仕事をイメージしやすくなるということです。実際市役所を訪れてみると、パソコンに向かってカタカタしている人がたくさんいて、何をしているんだろうって思っている市民も多いと思うんです。こういった体験をすることによってイメージしやすくなると思いました。2つ目はこれまで知らなかった施設を知る機会になるということです。3つ目が子どもたちの仕事の選択の幅が広がるということです。まずチャンネル名なんですけど、旭川のサブチャンということで、皆さん一緒にお願いします。せーの、はい、ありがとうございますということで、浅部川というチャンネル名です。内容としてはですね、まず普通の動画じゃなくてショートで出します。で、街頭インタビューで、街中で市民の方にインタビューする形となります。で、期待される効果としては、ショート動画なので、いちいち検索しなくてもこう流していただいたら出てくると思うので、目につくことが多いと思われます。地元の人にも、知らなかったお店とかを知っていただけて、魅力の再発見につながるのではないかと考えています。そうですね、最後もう一回ぐらいみんなで言っておきますかじゃあ行きますよ、せーの、どうもありがとうございました。まあ、まず社会人としての基本やマナーを学んでいただいて、あとまあ公務員としての自覚とか責任についても身につけていただいてですね、その後はまあ旭川市でやっている取り組みとかですね、あとまあ課題とかをこう広く学んでいただくような研修になってます。そうですね、結構皆さん出身とか年齢もバラバラなんですけど、すごい和気あいあいとして、こうみんながこう活発的に意見出し合ってくれて、すごいこう面白いアイデアがいろいろ出て、すごいいいグループワークだったなというふうに思います。この入庁当時の気持ちを忘れずにですね、柔軟発想を持ってこういろんなどこの部署でも、なんだろう、活躍できるような人になってほしいなというふうに思ってます。4月1日に開学した旭川市立大学短期大学部、旭川市立大学の開学式と入学式が開催されました。式典には新入生と保護者のほか、来賓や教職員など
多くの関係者が出席。公立大学法人旭川市立大学の高瀬義明理事長が声高らかに改革を宣言し、新たなスタートを切りました。公立大学法人旭川市立大学および旭川市立大学短期大学部の改革を宣言いたします。地域に根ざす公立大学として旭川市民の皆様の期待に応えるべくその使命を果たしてまいります。そして何より入学された学生の皆さんがこの地この大学で学んでよかったと思っていただけるような教育環境を充実させる、そして教職員一同不断の努力をしてまいりたいと考えております。今こそ私たち自身が誇りと自信を持ち輝く旭川を作り上げていくため、そして東北から日本を牽引していくため挑戦していかなければなりませんが、その先頭に立っていくのがこの度誕生した地の拠点旭川市立大学であり、本日入学する皆様方お一人お一人に他なりません。式の中盤では三上隆学長から入学許可が宣言され、短大大学合わせて278人が晴れて入学1期生となりました。旭川市立大学経済学部経営経済学科浅部優以下105名以上109名の入学許可を宣言する。これから新しい環境の中での学生生活が本格的に始まります。限りない自由な精神と好奇心を膨らませて果敢に飛び込んでください。第一期生となった新入生たちはこれから始まる大学生活に期待を寄せていました。市内の農畜産物消費拡大と食文化に関する PR に向け、4月7日旭川食のアンバサダー委嘱式が行われました。今回初代旭川食のアンバサダーに就任したのは旭川市出身の料理人下国信さんです。下国さんは旭川調理師専門学校を卒業後、箱根や東京、そしてフランスへ渡り修行。その後札幌に拠点を移し、2017年には札幌の老舗フレンチレストランコートドールの4代目料理長を務めました。2021年に全国の若手料理人たちが集い頂点を決めるドラゴンシェフ2021で優勝を果たし、現在はフリーの料理人として活動中。昨年度は市内で料理教室を行い、ふるさとの食文化 PR に貢献しています。委嘱式では今津市長から委嘱状が手渡され、その後歓談で旭川の食の PR に向けて抱負を語りました。やっぱりその食のアンバサダーとしてできることって、本当にその七つ星レストランのように、はい、まあ、お米ってこのまま食べるのは当たり前だと思うんですけども、やっぱり料理人の知識を生かして、その食の新しい魅力だったりとか、なんか食の新しい活用法みたいな、はい、そういうところまで、ね、落とし込んで提案できればなと思ってますので、はい、やっぱり地元に何か貢献したいっていうのが本当にありますし、やっぱりね、ここでお店出すっていうのが一番理想だと思うんですけども、まだね、ちょっとそういう形にはなってなかったので、何かしらね、どんな形でもいいのでお力添えしたいなっていうことが本当にあったところだったんですよ。でそこで、ね、こんな、ね、ポジションをいただけたら、もう本当にね、僕はね、持ってる知識を出すだけですので、はい、初代って嬉しいんですよね、はい、僕の料理の大会でエントリーした時も初代のチャンピオンという形になったので、旭川の去年ですね、七つ星というものを新しい魅力を見つけようという七つ星レストランというのをやったんですけども、まあ、その時に僕もものすごく手応えももちろんありましたし、そして旭川の食材もっともっと知りたいし、いろんな活動したいなって思ってた時のこのお話だったので、本当に率直に本当に嬉しいですね。旭川の本当に新名物みたいなもの、ね、今まで本当に旭川ラーメンがありますとかホルモンがありますみたいなものがあると思うんですけども、そこからやっぱ、ね、いろいろ開拓して
来れてないっていうのは現状だと思うんですよ。もちろんそれは難しいことだと思うんですよね、新名物を作るなんて。ただいろんな人の力を借りてみんなで提案すればそういうものって多分生まれるんじゃないのかなと。で市長も言っていただいた元年だぞと、食の元年だと。でここからじゃあ始めて、もう長い目で見ていいので、ここから新しい名物というものが生まれたら最高だと思ってます。下国さんの任期は3年間。令和5年度の活動として食べマルシェへの出店や旭川産農産物を使ったレシピ作成などを予定しています。